今から、騎士団団長と、はい、対談ですねということで、はい、相当久しぶりにお会いしますので緊張しています緊張してちょっと鼻が詰まってきました。騎士団さんのチャンネルの方でちょっと対談をはいさせてもらえるということで、はい、何喋ろうかな。これはどこで流れるの？もううちのチャンネルでそのライブの裏側みたいな感じで流せたらと思うので、裏側ドキュメンタリー的な音合わせとか。ああいいっすね。いやミュージシャンやないかそれはもうミュージシャンのやるやつ や。そうですそうです、かっこよく流すんで。なるほどな、はい、ミュージシャン もう緊張してるもん。ライブに向けてミュージシャンね、ミュージシャン言ってたけど流れたと思ったのにな。ミュージシャンはもう息子さんやから、はい、桑名さんの桑名朝日さんの息子さんミュージシャン、はい、もうすでに緊張はしてますよ。一曲だけでも雨上がりあんだけ緊張しましたから。観客いない状態でしたもんね。観客いない状態で緊張しました、まあ、今回もお客さんいないんですけど何曲も歌いますから。しかもね岸田さんとも一緒に、コラボしていただきますから、今から緊張はえぐいな。感情がね、感情のコントロールができないです。いろんなことがね、そんなことしながらも毎日配信なので。うるさいな撮ってんねんこっちはもうあなたもお仕事だからもう喋らなあかんねやろうけどもいいですよ、もういいですけど。必死に教えてくれたんですか、ね、ありがとう、はい、ありがとうねナビちゃんありがとうね。まあ、はい、やるっきゃないのでやりましょう、頑張りますよ、はい、とりあえず対談行ってきます。行ってきましょう。行きます。びっくりしました。いやいやいや、たった1年で自分の人生がこんなにも変わるのかと。いやね、ただ、うん、えらいもんで、きっかけはとんでもないきっかけですけど、はい、今こうやって団長とお話ができて、はい、でもすごい勇気を与えてると思いますよ。まあ、同世代の方のコメントたくさんそういうのもいただいてますけどね、はい、ものすごいやっぱり大きなものを抱えたらやっぱりみんなそれ絶対逃したくなくなりますし、うん、でもそれを置いたらまた全然違うものを手に入れることができるっていう、よく聞くけどできないですよね。はい、最後いきます。3、2、1、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ようか、ようか、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました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 。本日よろしくお願いします。ありがとうございました。無事対談を終えまして、はい、次リハーサルですね。緊張しています。聞くもしっかり覚えて、覚えて、はい、リハーサルで完璧にして、してリハーサルで100以上のことやってこないと、お、本番で100点出ませんから。ミュージシャンみたい。帰りましょうか。お疲れ様でした。お疲れした。はい、今からどちらへ？今から以前ドドロキさんのコントの時にご協力いただいた Y4 ジムに行き、はい、100万人記念ライブで使わせていただく映像を撮らせてもらいに行きます。めっちゃ寝起きやん今ね結構準備でバッタバタだよね、はい、そうですね、いろんな方にご協力いただきながら、はい、急ピッチで進めておりますが、はい、頑張ってこうね。なるほどね。ここが伝説の、そうですね、轟さん復活の場所ですね。いや懐かしいな。言うて何ヶ月前ぐらいだ。だから入りたての頃だったよね。入りたての頃で、そうだよね、僕が誕生日の2月14日に撮ったんですよ。なんかそうだね、はい、懐かしいな。懐かしいね、なんか聖地巡礼みたいな感じになってるね。せやな、これ撮れるの嬉しいね。ね、ご説明します。皆さんもヘルプの YouTube チャンネル100万人を突破しまして、おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今週末生配信のライブを行うんですけども、アンコールの際に轟さんで登場してもらうんですね。轟さんマッチョが好きなので、マッチョの皆さんのアンコールっていう動画を使って、プロキさんを呼びたいと思ってます。だいぶ疲れてま
ますよね。全然ですよ。お願いします。マッチョの謙遜の試合。いや間違いないですよ。やっぱみんなもうブランドだからね。そう筋肉が。そうなんですよ。いや新さん脱いじゃいます。なんかちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんなんか。行きましょう。名古屋から来た人行きましょう。名古屋から。名古屋から。結構名古屋から来たね。名古屋から。このためにですか。そうです。もう今朝まあ5時に起きても7時ぐらいを新幹線乗って来ました。でも今日帰ります。この撮影のためにためだけに名古屋で名古屋、東京ってもう別にそんなすぐ行っちゃいますか。何っすか。すげえ。いつ行けるの。トドロクさんになんか大友さんいいんじゃないですか。それで喜んでもらえる。そうだよ、楽しみ。すいません。そんなことある。すごいね。なんか逆に面白いよね。じゃあそれはさすがに脱いでもらわないと。逆に脱いでもらわないと。ありがとうございます。すみません。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまずじゃあ最初服着た状態でやりたいよ。僕でいいですかね。そしたらじゃあ服着た状態で。あ、わかりました。アンコール、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 アンコール。アンコール、アンコール、アンコール、アンコール。ありがとうございます。いい感じです。素晴らしい。いい感じです。マッチャランクも。ありがとうございます。宮里さん、轟さん、100万人登録達成、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、わざわざ。おはようございます。よろしくお願いします。お世話になります。皆さんご紹介します。宮迫宏行さんです。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございます。でもね、ものすごいやったんですけど、ジョッキ出ないですね。ジョッキ出ない。ステッカーはもう今20枚ぐらい持ってます。10人ぐらいで行って全く出なかった。出なかったな。命ある限りは恋せよ乙女。始末りたわかかって今夜けうかちょっと。初歌合わせどうでしたか。緊張するね。緊張してますよね。いやな、ほんまなこういう感じのことするのは何年ぶりか。ねえ、ほんまクズ以来だから。ああ、そっか。めちゃかっこよかったですけどね。めちゃめちゃテンション上がるな。すごいね。おはようございます。おはよう。いよ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 ですね。全然寝れなかったね。騎士団さんと絡まない部分で完全に歌とか間違えたら、すいませんもう一回やらせてくださいってはっきり言うから。本当ライブを楽しんで、はい、そうですね、楽しんでる姿を見ていただいて、みんなで一緒に楽しむと、落ち込んでる気分の人を盛り上げていこうと。そうですね。いやー、喉カラッカラや。ウグイスダニでございます。なあ、なかなかけえへんやん。昼飲みしちゃった。ちょっとええかな。ダメですよ。今日は本当ダメですよ。いやー、来た、東京キネマクラブ。じゃじゃん。はい、東京キネマクラブ、おはようございます。あー、すげー、すげー、かっこいい、すげー、ちょっとやばいっすよ。
やほんまのやつやん、ほんまのやつやん、これほんまのやつです。これ YouTube のやつちゃうやん。ちゃいますね。じゃあかん、やばいやばい、緊張が。あかん、心臓痛なってきた。これは使われるやつですよね。まあ、ついにもう本番ですよ。いや楽しみであり、多分本番泣いちゃうかもですね。全力で楽しんでいきたいと思います。一回僕ライブ見に来たことある素敵な会場なんですけど、ライブ会場に入ると緊張しというか、ビシッとなります。おはようございます。今日一日頑張ります。よろしくお願いします。出るんですよね。ちょっとはい、まあ、お手伝いで出演させてもらうので頑張ります。頑張るぞ。おりょうです。筒井ひろきの弟です。音源を作ってます。音源作ってます。お願いします。今日はよろしくお願いします。いやー、今日やりますよ。まあ荒川の土手でバチッと決めて、三股ダンスで盛り上がる。見ててください。ありがとうございます。僕の密着。違いますけどね。どこ、失礼します。失礼します。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。すみません、本番お願いします。こちらこそよろしくお願いします。楽しみにしております。ありがとうございます。緊張しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しみです。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。あとでもしかしたら、今またまた動画挨拶来るかもしれない。鍵閉めてあげてください。いやいやいや、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、では宮迫さんいらっしゃいました。リハーサルよろしくお願いします。お願いします。宮迫さん、改めまして、はい、チャンネル登録100万突破おめでとうございます。ありがとうございます。スタッフ一同精一杯お手伝いさせていただきます。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。ちょっと次の早くない。前のさ、劇団さんとリハの時点で2人とも泣いちゃってたんで、泣くんすよ。ろしくお願いします。来てしまいましたね、皆さん。来てしまいました。100万人おめでとうございます。うるせえ。なぜ出てくれたんでしょう。ご紹介しましょう。この方です。どうぞ。音止めてバキンじゃねえ。申し訳ございません。ホテルの時の高島さん、申し訳ございません。というわけで本当のスペシャルゲストを呼んでみたいと思います。この方々です。どうぞ。石原真矢さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。すいません、ちょっと、ね、お目目汚しちゃった三股がちょっと、いやいや、もう、はい、もうちょっと欲しかったぐらいです。見れないんですよ、ね、受けたとこ見たことないんですか。いや、本番よろしくお願いいたします。はい、本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとお願いします。いやついにか、もうちょっと待って、あともう1時間半。はい、ではこの後オープニングのリハーサルをしますので、ステージ上はたまちゃんがりにします。折り箱リセットもします。宮迫さん、ちょっと休憩なさっててください。どこに来てますか。いい風吹いてる。いい風が、はい、今風吹いてる。いい風吹いてるよ。緊張だね。でも楽しくなってきたけどね。
なってきたけど、いざ本番になるとリハーサルは楽しいけど、本番はね、何万人と見てくれてると思うとね、ちょっと考えで一緒に楽しもうっていう転換します。本番までに、いやミュージシャンみたいなこと言うてる。はい、じゃあスタートしますよ。シャンプルの見てるローランペイ、ローランペイ、ローランペイ、スタートします。宮迫博之さん、100万人登録達成おめでとうございます。100万人登録達成ライブスタートです。記念ということでですね、すごいのをですね用意していただきまして、はい、皆さん100万人おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんも本当に思いですけども、堤くんと綾と、はい、ね、錦戸亮くんのいとこでもここでも言うんですね。そうです、ね、ありがとうございます。じゃあちょっと100万人記念なので、ローランペリエのマグナムでございます。何つった今、ローランペリエのマグナム、ローランペリエのマグナム、はい。言ってるだけ。マグナムってすごくない？すごいですよ、ね、すごいエロいね。どうするの、ちょっと待って、ね、この針金を取って、おやめてよ、ありがとう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 、うわー、何してんのお前、えマジでいらんねん、もう滑りたくない。いや俺突っ込まへんかったら絶対滑ってるで。申し訳ございません、ホテルの時の高島弟で申し訳ございません。リハーサルずっとやってるけど、これどうしてもやってたって、絶対やる、すいません申し訳ございません。さあお待たせしました、今後も正真正銘スペシャルゲストお呼びしましょう。この方悩んだんですけど、はい、やっぱこれかなと思って、え、あプレゼントですか、宮迫で、はい、2日間行き続けてですね、はい、ついにジョギ手に入れましたんで、ジョギ2日間も行ってジョギ当ててくれたんですか。こんなことある、あの出てくるの分かってて、この上にバッと岸田さんが揃ってんのどうぞって見た瞬間に鳥肌が立つというね、分かってんね、リハーサルもしてんねんけど、実際この衣装を着て立たれてるとやっぱりほんまに来てくれたんやっていうのもね、いやでも本当に嬉しかったです、あのお招きいただきまして本当にありがとうございます。何をおっしゃいますよ団長、本当本当にですね、宮迫さんのおかげで、あのこういった状況になってから、はい、初めて僕らもあのこうやってライブをやることが、そうかい、
今はやっぱりお客さん呼んでライブというのもなかなかできないですし、はい、無観客っていうのもなかなかできないですもんね。無観客でもこれが初めてだもんね。はい、本当にあの素晴らしい機会をありがとうございます。ハズがこんなやらかしたやつと一緒でいいんですか？大丈夫ですか？もうそんな、もう僕もあのちょいちょいやらかすんで。そうなんです、あの、ええ、本当にあの皆さんこその番組に出れて嬉しいです。 NHK 出れないけど作れて、こういうライブができましたので、こうやって見てくれてる人たちもきっと僕たちつながってますので、はい、一緒に日本という場所でいっぱいみんなでつながって大きな布にして、今大変なことをたくさんあると思いますけど、みんなで頑張って解消しましょう。すいません、僕なんかこの偉さのこと申し訳ないですけど、さあ今日出てくれた人みんな遊んでください、どうぞ。ちゃんと目が
目が入るんですチンチラってね、はい、次を自由にちょっと、はい、頼んでいただいて、ありがとうございます。ならないようにお楽しみください。はい、しばしごかんな、あの、今そのだけ書いてください。なんだほらハハハハ。宮迫